はい、どうもこんにちは。今回から後半ですね。で、後半では二変数関数の定積分の理論の解説をします。どうぞ。セクション3では二変数関数の解説をします。二変数関数の説明をする前に、まずこれまでの関数っていうものがどういうものだったかを簡単に復習しましょう。関数 fx というものを今までは考えてきました。これは x に特定の値、例えば a を代入すると fa という実数が出てくる規則のことでした。で、関数のグラフっていうのは x と対応する fx の値の対のこと。で、それの積積のことでした。x は定義域全体を動くとしていたわけです。それを絵に描いて説明すると、例えば、まず関数の定義域がここだったとしましょう。で、x を例えばこの辺に選んだとしましょう。そうすると、x と対応する fx の値を対にしたものは平面の点を指定して、それは例えばここになるわけです。それで、x が定義域全体を動くとき、対応する点の軌跡は曲線になって、これが関数のグラフというものでした。それでは二変数関数の説明に移りましょう。ここでは二変数関数 fxy を考えます。これは何かというと、x と y が特定の値の時、まあ、例えばですけど、x が A という値で、y の値が B のとき。で、これらを代入すると、FAB が決まる。それが二変数関数というものでした。通常は、x と y を対にして考えて、xy は平面の点を指定すると思って、平面の点に対して関数の値が定まると。そういうふうに思っています。で、二変数関数 fxy のグラフとは、x と y 並べたものに、fxy の値を並べる。そういうものの軌跡のことです。ここで、xy は定義域全体を動くものとします。で、こういうものが二変数関数のグラフでした。で、これを絵を使って説明しましょう。例えば、二変数関数の定義域がここの円だったとしましょう。で、例えばここに xy という点を一つ取ったら、そこに対して、その点と fxy、これ x、xy ですね。その値の対になったものを考える。そして、点 xy を定義域全体で動かすと、対応するところが出てきて、それが、まあ、その対応する点たちの軌跡が fxy のグラフです。で、左の方を見てもらうと、基本的には一変数関数の、まあ、通常の関数のグラフは曲線で、二変数関数の場合は、ここに書いたように曲面になります。次回からこの二変数関数の定積分というものを調べていきます。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。